ハローデブリワンデブデブ待たせたな。フィッ、はい、つーごってどうも皆さん、太一でございます。さてですね、本日の動画なんですけども、僕のゲーム実況チャンネルが消されたという動画をね、もういくつか出したとは思うんですけど、それで3つぐらい、チャンネルをこう作り直しては消されてました。もうその度にツイッターで消されたーって言ってたよ。で、今回もですね、なんと、もうお気づきの方もいると思うんですが、太一ガリデブというゲーム実況アカウントを作ったんですね。それが昨日の夜中、消されました。もう本当にもう、ブチギレっすよ、マジで。いや、本当にね、ちょっと もう切れましたね、本当にな。本当にもうどうなってるんだと。本当にマジで。今回は私は本当マジでもう、怒ってます。まず理由がない、消される理由がいいですか。ゲーム実況は皆さんね、チャンネルを自分でね持ってる方ね、動画投稿している方、自分のチャンネルというところですね、そこからステータスと機能という、項目があると思うんですけど、そこで自分のステータスですね、これ、侵害していないというあれが出ると思うんですが、画面見せるとこういう感じで出ると思うんですね。こういう風に著作権の侵害ステータスとか、コミュニティガイドライン違反ステータスとか、警告とか、それ一切ないんですよ。全部グリーンの状態。これがもうね、普通の人なんですよ。もう素晴らしいみたいなね。普通の人なんですよ。で、そんで、今まで俺の消されていたアカウントは、全部、もうグリーンなんです。もう全部グリーン、もう何も違反も犯してないアカウントだったので消されたんです。なぜか。理由も何も述べられずに消された。もう全部 Google にも YouTube も全部こうメッセージを送りましたよ。アカウントのご停止が流行ってます、自分のアカウントもその一部に入ってるんではないですかとずっと抗議してました。その結果、おかげでですね、今さっき見せたパソコンの画面、名前がですね、ゲーム実況太一となっておりましたですよ。アカウント一つだけね、復活しました、戻りました。2個目に作ったアカウントですかね。これがね、無事に、復活したんですよ。メールが来まして、このアカウントは、問題ありませんでしたと、調べ直したらですね。調べ直したらこのアカウントは問題ないと。そのメールが来て、アカウント復活したんですよ。だってそれはそうですよ。だって問題も犯してないのにさ、問題を犯してないのに消されるって、どういうことだよ。本当におかしい話なんです。で、それでですね、今僕、いろいろこう、いろんな事務所の方からですね、ちょっと入らないかというオファーをちょっといただいているんですけども、私ながら、誠に恐縮でございます。まだお返事はね、ちょっとしてはいないんですけども、今お考え中ということで。で、そういう事務所のマネージャーさんみたいな方から、やっぱり YouTube ご停止がなぜか流行っているということで、そういうお知らせを受けました。やっぱね、変なね、ご停止が多い。僕がツイッターしたそのリプで言ってる人いましたもん。私も消されたって、動画何も投稿してねえのにアカウント消されたって。で、そういう人ですら消されるんだよ。おかしいよね、何が起こってるんだ YouTube では、という話ですよ。ちょっとね、本日はね、別の動画を出そうとしてたんですけども、もう急遽ちょっとこの動画に変えました。いや、ほんと、昨日の夜中ね、消されたんで、ガリデブ実況チャンネルが。もう、でもね、2個目に作ったアカウントが復活したから、もう多分このアカウントは大丈夫だと思うんですよ。ですのでね、今後のゲーム実況、生放送は、ゲーム実況太一という、アカウントが復活しましたので、そちらで、続けたいと思います。ゲーム実況をやめるという考えはない、一切。すっかく高いね、ゲームの機材を買ってるのにそれを使わないなんていうことはない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 。ということでね、皆さんもね、ほんと気をつけてください。アカウントね、動画出してない人でも消されてるみたいだから、著作権何も違反してない人でも消されてるみたいだから、ほんと気をつけてください。ということでね、本日の動画これで終わりたいと思います。新しいゲーム実況チャンネルのリンク先はですね、僕のこの動画説明欄の方に貼ってあります。ゲーム実況太一と、調べれば、出てきます。それでもね、ということで最後までご視聴ありがとうございました。皆さんもアカウントのご停止ね、気をつけてください。
それでは